自生美女セリトート稽古、慶祭英戦が、慶祭英戦開演元年7月22日とは、江戸時代後期に活躍した、日本の浮世絵師。字は、今古へ。画号は慶祭、文化13年からは、国春郎、北邸、北花邸、小泉、慶祭。帝号としては、一筆案、姫、王、楓川死因などがある。また陰号に、陰祭白水、陰乱祭。 下作者としては過去を名乗る。独自性の際立つ、大敗的で妖艶な美人画で知られ、春画と公職本にも作品が多い。その一方で、名所へも知られており、基礎街道69時では、歌川広重と合作している。江戸市中の星が丘に、下級武士生、兵衛重春の子として生まれた。本生は、松本であったが、父の聖兵重春が池田星に服して、 以後、池田を名乗る。本名は吉信。重吉といった時期もある。俗称、善次郎、後に里助と名乗る。六歳で実母を失っている。十二歳からかの道信の弟子という仮の城、かつらひとしに画技を学ぶ。十五歳に玄服を機に、十六か十七歳で、安房国法上藩の水野忠次の江戸屋敷に、士官するも侍暴行には不向きだったか。 17歳の時に上役と喧嘩座田となり残限によって職を追われている。老人となった善次郎は父の知り合いのつてで市村座の狂言作者であった初代篠田金次に狂言作者見習いとして出入りすることとなり千代田斎一と名乗っている。ところが20歳の時父とママ母を亡くし三人の妹を一人で養う身となって狂言作者の道は 挫折を余儀なくされる。この時、先の水の意気守る家に仕える多くの血族からの支援もあったが善次郎はそれを良しとせず、流浪の上、一時、狂言役者、篠田金次について、千代田祭司の撫で作を成した。また、深谷塾にて、菊川栄二に奇遇、浮世絵師菊川栄三の門人格として、本格的に絵筆を取ることとなる。そして、 ここからが善次郎の才能の発露であり、浮世絵師、経済永戦の始まりであった。この時、国春郎を呼び、北邸の豪を使うようになる。永戦は、尾張町、浜松町、根津七軒町、根,町根岸新田村、下谷池の橋、日本橋坂本町二丁目に居住、根津では若竹や中介と称して、遊女屋を経営したほか、坂本町ではおろい、香り香を販売していた。 死の英山は4歳年上でしかない兄弟子のような存在ながら可憐な美人画で人気の絵師であった。英泉は英山宅の居候となって門下で美人画を学びつつ近在の葛飾北斎宅にも出入りし死粛をもってその画法を学び取っていく。またそう、民の塔画を好み、書を読みふけることを趣味とする人でもあった。なお、北斎に先駆けて日本で初めて ベロアイを用いたアイズリエを描いたのは、エーセンである。エーセンの画風に学び、幕末の大敗的な美人画を得意とした絵師として、多川国定が挙げられる。辞書、武名、大随筆のエーセンの項目には、近頃国定も、形成絵は、エーセンの社員に似せて絵師のなり、記され、浮世絵関連の書籍でもしばしば踏襲される、見方である。しかし、両者には、 どちらがどちらを真似たのか判然としない作品や、少数ながらが作の二式絵があり、また衛星が文を報告襲名後の国定が絵を担当した合刊があるなど、時々に共作と共作が入れ替わる複雑な関係だったようである。文筆家に指定しである英戦は、数多くの絵本と春画を世に送り出しており、これを抜きにしては語れない。 千代田陰乱の名で最初の絵本、絵本三世相を発表したのが22歳の時、24歳の時には同じく恋の三佐を発表している。当初は鋭山の影響を受けて華麗に描いていた美人画の方もこの自分から鋭山色を出して独自の艶を放つようになり、それにつれ評判を取るようにもなっていた。妖艶な美人会士としての永線はこの分野で、 磨かれていく。文化13年の26歳の時には、北斎から譲られた号、過去をもって、豪刊、桜曇り春おぼろを発表。挿絵とともに、本文も自ら手がけることとなる。絵本は、毎年のように作られ、様々な陰号をもって、人気本を世に送り出す中、傑作と名高い、春の薄雪も、 文政五年に表された。また、同じく文政五年の代表作である絵本、ネーヤ中期文枕文庫は、当時の聖の医学書、百科事典にして、聖王儀の指南書であり、同時に、記書の中の記書として知られている。30歳頃からは、人情本や、特本の挿絵も手掛け、極低馬琴の南宋里見八県伝の挿絵も受け負っている。しかし、文政十二年三月、 大火による累症で家を失った上、縁者の保障倒れにも見舞われる。また一方、酒と女を愛する宝刀ぶらいの気候めいた人でも、ある。根津の花町に移って、若竹屋里助と名乗り、女郎屋の経営を始めていた。娯楽全般に厳しく統制される、天保の改革の時世を迎えた後は、家業はもっぱら多くの門人に任せて、自らは、描くことは減少し、 一筆暗化工の号をもって、豪冠や国慶本を、主とする文筆業に専念した。永戦の作品は、末期になるにつれ秒線の降下し、図用も、自作の焼き直しや他の浮世絵師の作を転用する、事例が増え、画力の減退やアイデアの枯渇を監視できる。一方、晩年の永戦によって表された、武名、大随筆、池田義信名義は、 続浮世絵類降と、続称され、交渉学的にも優れた浮世絵の貴重な資料として、今日に伝わっている。また、人情本を良くする下作者のためなが春水と吉見を通じ、彼の代筆者の一人との説もある。さらに昇華も経営している。華英元年7月22日、年59で逝去墓所は、杉並区公園寺南二の四十のの副住院。法名は、 経済英戦古事。主な門人に、御遊亭英久、清祭英一、泉長祭英春、春祭英笑い、米花祭秀行、英祭、泉久志、定祭泉明、紫霊祭、泉立花、礼祭泉里、一葉県永独、山祭泉となり、磯野文祭、新祭秀松、春祭永暁などがいる。浮世絵師としての衛戦は、当初、 英山が描くような、儚げな女性の美人画を描いていたが、その後、独自の妖艶な画風で人気を博することになる。六頭身で銅が、猫背気味という屈折した情念のこもった女性像が特徴である。また、下唇が厚く、下顎が出たような顔も特徴的と言える。英閃は、深川のような、岡場所や吉原遊郭の友情を。 妖艶さと強い意志をたたえた眼差しを持つ女性として描いた。永泉の描いた肉筆美人画は、江戸時代の後期、文化、文世紀の大敗的な美意識を象徴的に表し、幕末の世上を反映した悪の強い画風を示している。それは、えぐみと言われる既存の美意識を逆転させたところに美を生み出す点で、時代の感覚と符合した。永泉の錦系作品は、 現在1734枚確認されているが、うち1265枚の約73%が美人画である。この数字は、同時代に活躍した、歌川国貞の国貞画号時代の美人画枚数1313 13枚に匹敵する。また、1265枚のうち38%に当たる482枚が、吉原の遊女で、 さらにそのうち365枚に遊女名が記されているのが大きな特徴である。遊女名記載作品は、吉原遊郭や遊女のスポンサーからの入り銀による制作が考えられ、永遠と遊郭の強いつながりがうかがえる。美人画や春画で知られる永遠であるが、名所へも知られている。永遠と歌川広重が合作の形で、天保六年頃完成させた。 基礎街道69時は、全72図のうちの24図が A 線の筆による。広重の東海道53時シリーズの成功を受け、版元の竹内真八が新たに企画したもので、当初 A 線が絵師を務めていたが手を引き、広重に引き継がれた経緯がある。画像の1から12はすべて基礎街道69時中のものである。 基礎街道を止め打っているが、主として描かれているのは、基礎街道を脇王冠とする中仙道である。ありがとうございます。